はい、J チャンネルです。皆さんお元気でしょうか。今回はね、役に立つシリーズですね。ということで、ギターコードがあると思うんですが、ギターコードのね、まあ、簡単にまあ見えるアプリがありますので、これを紹介してみたいと思います。まずですね、iPhone とか iPad でもできます。Android でも多分できるとは思うんですけど、ちょっと確認をしてませんが、名前がですね、ギターコードアプリで、コードマックスというやつですね。今こんな感じ出てますが、コードのね感じのここですね、ここよいしょ、このコードの絵が書いてあるところですね。これがこういう感じになってきますと、こういう感じで来ます。大きくするために、こっちでちょっとやってみましょうか。はい、今同じものですね。こちらが同じものです。これのいいところはですね、ここをこういうふうにやりますよね。まあ、ギターがね弾いてる感じでやると、まあ、こういう感じになります。ここでですね、携帯でできるので、まあ、今ちょっとこれね、大きくするために iPad でやってますけど、今 A が出てますよね。ここでこうね C がありますね。 C を押すんですよ。こう C グッと押して、そうすると C メジャーだとこう C に来るんですよ。これが分かりやすいですね。これ今大きくしてますけど、携帯でね、見たりしたら、こう分からなかったらすぐで見れるということですね。で、これのいいところは、音が出ます。じゃららん。C。音が出ます。そして、マイナーにしようと思ったらマイナーもできますし、あと、D ですね。メジャーにして D。D もできます。じゃーん。これでいったら大体 E ですね。E もできるし。F。だから自分の音の確認にもなりますよね。これ A、こういう感じで、あとはね B フラットとかあります。こんな感じです。で、難しいコードになるとちょっとね、課金がいる場合もあるんですね。例えば、こういった難しいコードができるんですけど、もうちょっとね、マイナー7、ディミニッシュまでは OK かな。マイナー7になるとちょっと課金がいるので百何十円かいるんですよ。これがちょっとこうできませんけどね、こういう感じで。120円かな。120円プラスで全部できるという。簡単なコードだったらこうでできますので、もしね、もう超初心者の方だったら、分からなかったらこういう感じで入れてもらったらいいですね。で、音も出ますので、非常にこうね、持っていて、まあ、携帯なんかで持っていて、使いやすい感じのアプリですね。これがね、コードマックスというやつですね。これが簡単なバージョンは無料です。で、全部こうやりたい場合は170円くらいいるという感じですね。だからもう無料でやるんだったら、こう簡単な感じでやればね、無料でできますので、これもできますので、もし入れといてもね、無料ですから損はないと思います。コードマックスの紹介でした。はい、次はですね、前も紹介したんですけど、こういったねハンコがあるんですよ。ハンコ分かりますか、見えますかね。コードポンという感じがあって、これを押せばですね、コードのねハンコになってるんですよ。これがコードのハンコなんで、ちょっと押してみましょうか。はい、今こういう感じでね、歌詞カードとかね作ってると思うんですよね。その時にですね、例えば難しいコード D4 F シャープ出てきた時ですね、あ、このコードどういう感じだったかなという時に使えます。これをですね、ここにとこねピッとこうやっておいて、こうやってやって、で、これをね、書き込むようにですね。これを書き込んでですね、ちょっとちっちゃいんですが、D 音、は、こう D ですね。D をやっておいて、まあ、ここにこういう感じでやっておけば、わかるという。これがね、400円ぐらいで売ってますのでね、よかったら、まあね、初心者の方だったら、こういう感じだったらいいでしょ。これがやろうと思ったら全部できるんですよ。で、左側があるから、こうね、こういう感じでダイアグラムとして全部こういう感じで、最初のうちを初心者の方で分からなかったら、もうねこういう感じで、ハンコで押しておいて、後からこういう感じでできますので、非常に簡単です。簡単で見やすい。こういう感じでこう横にもできますね。こういう感じ、分からなかったらこういう感じで横でやっておくとかですね。ついついねちょっと忘れるっていう時にこういう感じでやっておくとすごくいいです。これがだいたいね400円ぐらいでですね、これ詳しくはね440円から500円ぐらいで売ってます。3マスと4マスがあるかな。はい、これ以前ね、アップしてますので、
ギターコードスタンプコードポンという動画がありますので、もし見たい方はね、動画のリンクを貼っておきますので、こちらを見てください。購入したい方は、ね、Amazon のですね、ブログの方ですね、これはリンク貼っておきますのでね、440円ですね、こちらの方ですね、ぜひね、使ってください。便利ですね。僕もたまにちょっとわからないときはこれをちょっとちょこっとねやったりしてますのでね、初心者から中級上級、上級中級ぐらいまでかな使えると思いますのでね、よかったら便利使ってください。これがコードポンと言います。最初に紹介したアプリがコードマックスと言いますね。今回このコードに関する、便利なグッズをね2つ紹介してみました。よかったらまあ Jチャンネルですね、まだチャンネルまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。またね、いろんなね、ためになる情報とかねやっていきたいと思いますので、リクエストとかね、コメント質問がありましたらぜひ応援していただきたいと思います。 Jチャンネルでした。ではまた次の動画でお願いします。